トーマス・ F ・ウィルソンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれの、俳優、声優、コメディアン・ミュージシャンである。ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。俳優、コメディアン・ミュージシャンという多彩な才能の持ち主として知られている。地元の高校在学中に演技に興味を持ち始め、その後、アメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツへ進学し、演劇を学んだ。 スタンダップコメディアンとしてキャリアをスタートし、その後、テレビドラマなどに徐々に顔を出し始める。ウィルソンの名前が国際的に知られるきっかけとなったのは、大ヒット映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズのビフ役である。この作品で過去、現在、未来において、マイケル・ジェイ・フォックス演じる、マーティ・マク・フライを悩ませる、期待の悪役、ビフ・タネンをユーモラス・かつ闇に演じて、 一躍有名となった。2000年以降は再びコメディアンとしても活躍し、2005年にはコメディア,アルバムをリリースした。近年はテレビ作品への出演が多く、話題のドラマシリーズなどに数多く出演している。声優としても活動しており、スポンジボブなどのアニメに出演した。2015年にはバックツーザフューチャー。 ザ・ゲームの30周年記念バージョンで声優として再びビフを演じた。私生活では1985年に結婚し4人の子供がいる。ありがとうございます。